はい、マケオでございます。さあプロジェクトゾンボイド続きやっていきましょうということで、今回はウエストポイント終わりとウエストポイントを離れるということで、凱旋帰国しましょうかね、マルドローに。で、いつものように、この発電機を切りましょう。はい、停止させると、ね、またいつか戻ってきた時に、ここを使う時に火事になってないようにしっかり電源を切ると。はい、これで、準備万端、とうとうこの長い旅が終わりを告げます。今からマルドロ最初の始まった街ですね、この旅が。そこに帰りましょう。あ、そうだそうだ。で、車の方はバッチリ、もう最後なんでね、しっかり車両状況は 99.69%、 もうほぼほぼ 100% でございますと。はい、もういい状態で帰りましょう。はい、さあ、あと7号さんにありがとうございました。リバーサイドとウエストポイント頑張っていただいて、ありがとうございます。ここでゆっくりお休みください。はい、ということでね、マルドロに帰りましょう。てんてけてーん。ということで、いつもの言いますか、それではウエストポイントマケオズハウス、さよなら。そしてマルドロへゴー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 。マケオズハウス、さよなら。しまったな、雪か。道がちょっとよくわからない。ちゃんと帰れるか、マルドロに。おい、そう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 、この車、うわ懐かしいわ。ってことはもうすぐですよ。やべ、もう家近い。こわあ、なんかドキドキしてきた。はい、ということでね、早速マルドロに帰りましょう。で、マルドロが、マルドロがいまいち場所的に多分ですけど、いやこっちじゃないな、下の方角になると思うんですよ、ウエストポイントの。リバース、こっちはな、あれ？こっちじゃないわ。バレーステーション行って、バレーステーションの方から下じゃなかったよね、多分。で、バレーステーションとウエストポイントの間に線路があったんで、その線路の下の方にずっとつながってたんですよね。うん、でその線路はあのマルトローに、動画にはなかった、動画に残ってたっけ、マルトロー。いやないな、
マルドローのところに確か駅がありましたよ。駅ステーション、あれはなんだ、ちょっと道がわからんな、もう雪で。ちょっとこれは道じゃ、あ、道じゃないね。マルドローに新幹線基地じゃなくて車両基地か、電車の、うん、車両基地があって線路があるんですよね。多分そことつながってると思うんですよ。で、私が今考えてちょっと地図をねよく見てないんで、今回は全くよくわからない状態でウエストポイントを出発してマルドローに行こうとしております。はい。で、ここがそうだよね。で、大きな道右に行ったらバレーステーションなんで、あー、しまったな、雪か、道がちょっとよくわからない。ちゃんと帰れるか、マルドローに。おい、まあゆっくり帰りましょう、せっかくね。1年半かけてこのゾンボイドを一周してきたんでね、大変な旅でしたよ本当に。そしてまた帰りも雪が降って、こんな大変な状況で帰るとは思ってませんでした。ここが多分、まあそうだよね、下の道につながるわけですよ。で、今のところ2車線だね、ウエストポイントの下ですね。うわー、車線がわかんねえな、これ矢印もわからん。ちょっと大丈夫かな大丈夫かこれ、帰れるか。今8時だ。大丈夫なんか雑談しようかなと思ってるんですけど、雑談しながら帰ろうかなと思ってたんですが、あまりの雪の量でちょっと先がわからない、道がわからない、予想ができない。あ、これはなんだ、ん、え、これ何、あれ何これ、あ、ちょっと待って、これ見覚えがあるな、あれ結構近いの、もしかしてウエストポイントからガソリンスタンドだよねこれ。で、右にこれ、あれこれ多分行ったことあるぞ。いや、そうだそうだ、ぜ、ん、これ記憶があるな、ここ。ちょっと雪が降ってるんでよくわかんないですけど、これ多分、多分そうだなこれ。はい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 、なるほど、そういうこと、めちゃくちゃ近いじゃんウエストポイント。そうなの。いや、これ多分服屋さんだよね。ほら、やっぱりそうだ、服屋さん、これ、ほら、わかるよね。やばいやばい、ちょっとこれ、マルドローの、マルドローにいた時にマルドローから上に行ったらここに行くんですよ。で、さすがにこれちょっとエリア、ちょっと上に行きすぎたなっていうことで、ここでまた戻ったんですよね。で、ガソリンスタンドがあってっていう、多分その話はマルドローでしてますね、マルドロー編でどっかで。
でこの下はキャンプ場があるんですよ。キャンプ場結構走ったかな。いやもうこれ丸ドローだよ。もう丸ドロー近いですよ。嘘だろ、こんな近いの。マルドローからめちゃくちゃ近いじゃん、ウエストポイントとマルドロー。ああそうだ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 、車がそう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 、めちゃくちゃあるんだここ。うわ懐かしい、めちゃくちゃ懐かしい。そうだそうだ、めちゃくちゃ懐かしいんですけど、あれあ、いけた、よかった。そう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 、この車、うわ懐かしいわ。でこの車のところを抜けると左側にキャンプ場があります。これあ、これか、これだ。あのガソリンスタンドがあって、そう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 、レストランがあって、ここもきっと来ましたね。これは多分マルドロー編で出てきてますよね。残してたと思うけどな。ちょっと住んでましたからね、あのここの家に住んでたっていうか一泊したりしましたね。あ、こっちじゃないな。うわ懐かしい。ここここここで、ここがキャンプ場。ああ、トレーラーハウスがいっぱいある。で、ここで、タイル、床のタイルとかをゲットして、マルドローの拠点の床張りをしてたんですよね。こっからこう、床を引っぺがして。うわー、ここだよ、ここ。いや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 、ってことはもうすぐですよ。やべえ、もう家近い。こわあ、なんかドキドキしてきた。いやー、あれからまあ1年、今12月の20日ですね。まあだいたい1年半、ゲーム時間で過ぎて、でまあリアルな時間でいつぐらいからかな、まあ半年ぐらいはこのゲームを初めて今立っております。半年ぶりですね、リアルな時間でマルドロに行く、覚えてますよ。でこっち側を行くと、はい、こっちね。うわ、また木が生えてるから行きにくい。そう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 、あれこんな木あったかな、ここに木あったかな、全部切ったけどな、横通れるように切った記憶あるけどな。これはいけるか、いけるか、あいつ。あー、ここはいけない。これは木、ちょっと回り込めと、ここからいくか。いや木も生えてますね。さあ、うわー、もうすぐです。マルドローのマケオの本拠点スタートの地ですね。いや感無量、いやな、やべえな、なんかゾワッときたな今。いやー、してここをまっすぐ行くと左に曲がります。左に曲がるカーブがあります。もう覚えてますよ。おっと、こんな車あったかな、さすがにこれは覚えてない。いやー、ちょっと感動。いやー、続けたね、続いたね、ここまで。まさかここまで一周。あー、来た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 、左側、はい、もうすぐですよ。これパトカーどっかなかったっけ、ここないか、なんか記憶があるんだけど。さあ、そして右、左に曲がる道があります。左に曲がる道があります。ここは伐採していい感じに、通路を作りました。どうなってるかな、
はい、ありました、開拓した場所。あー、木が生えてるね、木が生えてるわ。うわ、やばいやばいやばい、来た、来ました、やばい、ドキドキする、本当にもう半もう本当にリアルな時間で半年ぶりだし、ゲーム時間で1年半、全くここに来てないんで、うわー、やばいやばい、もうすぐだ、マケオのゾンボイド一周、あー感動だ、思い起こせば長かったぜ。まあ、こんな感じでございますかね。はい、これが最終的な負けをの、うわー、拠点でございます。いや、すごいね。さようなら、負けをずハウス、またいつか戻ってくるから。あ、ここら辺家が出てきたね。あ、これは多分そうだよ、多分間違いないと思う、ノースウッドだよね。うわー、いるねもうそこまでいるやん、いるやんいるやん、もうめちゃくちゃいるやん、怖いやばいやばい、どうしよう、うわ、うわ、めちゃくちゃいた、まだめちゃくちゃいる、これ恐ろしい、うわー、そこにまだめちゃくちゃいた、なんか増えてね、いやー、やってまった、終わったか終わったか、いやー、逃げろ、逃げてくれ、頼む、ダメだ、よし、ラストラストラスト、心臓バクバクいってる、よっしゃー、やったー、やったー、やったー、やりました、いやー、ありがとう、マケオズハウス、これでまた、2つの町で、拠点が出来上がりました。はい、ここですよ、多分マーチリッチはなんかいっぱい来るか、うわ、え、4階建てこれ、え、こんな、え、なにこれ、こんなのがあるの、あー、やってまた、あー、ちょっとやってもた、頼む、頼むよ、頼む、あ、髪傷、あ、終わった、間に合うか、間に合うか、あは、死んでもた、こんなとこで死んでもた、あ、ここで死んでるわ、いやー、探索し終わったな、でゾンビも一匹もいませんでした、もう完全にこのマンションは魔境のマンションになってますね。はい、まあ、でかさ的には一番でかい、うん、マーチリッチ、この4階建てマンション2階から3階すべてもう魔境の拠点兼倉庫、大きな倉庫、そして、この映画館の上に、本拠点があり、畑も隣接して魔境の拠点、ありがとうございました。それではさようなら、マキオズハウス、新しい街へゴーゴー、頼む。
よし来た、多分そうですよこれ、はい間違いないね。なんだこれ、うわすっげー、お、プール付きの家、おいおい、ちょっとマジかよ。いやあるね、まだまだ楽しませてくれますわ。何このロータリー、なんすかこれ、かっこいいじゃない。それではリバーサイドマッケオズハウス、さようなら。ウエストポイントへゴーゴーゴー。ウエストポイントやねこれが。あ、よかった、到着しました、ウエストポイント。なっ、やっちまった、危ねえ。何この感じ、週末感出てんじゃない。なんだ、あ、やっぱボールって書いてる。ましたこの時のボールは完全誠意圧ということでございますと、ボール探索いたしました、ショッピングボール完了でございます、ありがとうございます。あー終わった、やった、はい、ということでね、こちらがウエストポイントマケオ8号の本拠点になっておりますということでね、マールドローに帰りましょう、てんてけてんということで、いつもの言いますか、それではウエストポイントマケオズハウス、さよなら。そしてマルドロへゴー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 。ああやばい、うわうわうわ、木がすごい、木がすごい、ここ、この先っていうか木がこんなに生えてる、やっべ、こんな木生えてなかった、うわこんなに伸びるんだ木って、マジか、すげえ、ああやばい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 、くる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 、マケオの本拠点まで、あー来たマケオ本拠点、マルドロ、到着いたしました。そして、これを持って、ゾンボイドの世界、行けるマップ、現状行けるマップ一周完了いたしました、おめでとうございます。うわやべえ、うわこんななってんだ、いやー木が生えてる、そしてああ何これ何これ、やべやべ、この下は木生えてる、あ一応木生えてないね、あ大丈夫、ちょっとこいつが木生えてるぐらいか、いや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 、まさか雪が降るこの冬に、またここに一周してゴールするとは思ってませんでした。マケオのマルトロの拠点はこんな感じになっておりました。
うわいやということで、今回はマケオの本拠点マルドローの本拠点に戻ってまいりました。いやーうわ到着、あーなるほど枯れてるわけか。そしてあー着いた着いたマケオの拠点、いやー着きましたね。はいということで、ゴールいたしました。本当に長い間 ありがとうございましたということで、この後後編ではちょっとこのマケオの第1幕を振り返るマケオズレイディオをしたいと思いますということで、今回は以上です。それではまた。はあ、なんやかんやでとうとうこの世界も一周しちゃったわね。生存者イケメンいなかったわ。はあ、久しぶりのマルドロの本拠点、少しゆっくりしようかしら。シャワーも浴びたいし、家庭菜園もまた始めて女子力磨かなきゃだわね。あーこれ以上女子力上がっちゃったら私モテモテで世の男は私をほっとかなくなるわね。さあ帰るわよ。あー久しぶりのマルドロの拠点、1年半も経ってるのに変わらないわね。よっこい小一と、パンパカパーン、ん？ゾンビの襲撃？姉さん、ケンタッキーの街一周おめでとうございます。なーにあんたたち、リバーサイドのバカゾンビじゃないの？頭また割られに来たの？いや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 、すべての街を制覇して一周したということで、我々お祝いに馳せ参じました。おめでとうございます。おめでとうございます。ヘイヨー。うるさいわね、疲れてるんだから静かにしなさいよ。頭かち割るわよ。いやいや、それだけはやめて。ほんとあんたたち暇ね、わざわざマルドローまで来るなんて。ん？てかあんたたち私のリバーサイド本拠点の警備はどうしたの？え、それはまさかあんたたち私の大事な本拠点の警備をほったらかしてこんな茶番をしに来たんじゃないわよね。いや、姉さんが喜ぶかなって。なあ兄弟。でも警備どうするんですかって俺聞きましたよね。へいよ。いやいや、でも姉さん喜ぶから行こうって。お前、おいらは兄さん方に無理やり連れてかれて警備はしっかりしましょうって言ったんですけどね。お前自分だけ汚ねえぞ兄弟。へいよ。言い訳は済んだバカゾンビども、最後になんか言うことはあるかい？やっぱり金髪娘怖えよ、助けてー。やめなさい。頭かち割ってやるわ。こら！もしもし。モールでは残念な結果でした。次の指示をお願いします。はい。現場指揮了解いたしました。はい、もちろんです。ご期待に応えてみせます。では。私です。はい、
ええ、準備は整いました。はい、予定通りサンプルはすべて集まりました。はい、間違いなく。はい、ウエストポイントのあのゾンビはよく働いてくれてます。はい、問題ないかと。ええ、もちろん。私がゾンビ協会幹部であることは誰も気づいておりません。はい、すでにポストに入れております。はい、それでは。はあ、逃げられたわね。そんなことよりもうゆっくり休もう。ん？何これ？ポストに手紙だわ。まさか生存者がいるのかしら。ってまた血のにじんだ汚い字だわね。完全にゾンビからの手紙じゃないの。何何？ゾンビ協会？私を舐めてるわね。ん？何ですって？ちょっと顔を出す必要がありそうね。少し丸ドローでゆっくりしたらすぐにまた出発だわ。待ってな、リア充ども。